好きとか嫌いとか最初に言い出したのは誰なのかしら。駆け抜けてゆく私のメモリアル、ときめきメモリアル大戦闘会だわ。遊び方の説明です。金玉は方向ボタンの上下左右で動くのよ。そう、キュート、かわいいわね。ボタンを押して下にある玉と取り替えてください。同じ色の玉を3つ並べてね。 OK、 それで消えるわよ。まずはその横に並べてください。メグ、しっかり。次は縦に並べてください。次は鍵型ですね。ソーリー、ごめんね。斜めはダメなのよ。小玉は並べても消えないの。そうみたいですね。隣で大玉を消して小玉を大玉に変えてね。あ、めまいが。大丈夫ですか。相手の攻撃玉ね。 Don't worry、 心配ないわ。小玉の色をこうやって揃えて大玉を消して連鎖でお返しね。あのどうかな。 Great、 素晴らしいですね。嬉しいです。わー、すごいわ。 It's wonderful、 素晴らしい。下に玉がなくても取り替えることができるんです。羽玉が空っぽになって、ほら、落ちたでしょ。次に取り替えたところが空に、ずれちゃいましたね。玉が上までいっぱいになると負けちゃうの。Let's try! みんなでやってみてね。好きとか嫌いとか最初に言い出したのは誰なのかしら。駆け抜けてゆく私のメモリアル、ときめきメモリアル大戦闘会だわ。遊び方の説明をしてあげるわ。よろしくて。羽玉は方向ボタンで操作できるわ。ま、常識ね。ボタンを押すと下の玉と交換できるみたいですね。同じ色の玉を3つ並べると消えるの。ん？今の子データにないわね。それではまずは横に。そこの玉は横に並べてくださるかしら。次は縦よ。ほら、さっさとやりなさい。そうですね。鍵型はいいけど斜めはダメなの。小玉は並べても消えないようね。隣で大玉を消すと小玉は大玉に変化するわ。敵の攻撃玉ね。受けて立つわよ。それでは小玉の色を揃えてみましょう。
大玉を消して連鎖でお返しするわ。そうなんですか。私の美貌があればルールなんて必要なくてよ。くだらないわ。あら、失礼じゃなくて。考えが非論理的よ、猿以下ね。下に玉がなくても取り替えることができるんだ。羽玉が空になって、あら？まあ。次に取り替えたところが空になると、どう？ずれたよね。上まで玉に埋め尽くされると負けよ。そんなこと言うまでもないけど。それじゃあ、頑張ってね。の説明を始めるね。それじゃあ清川先輩からですね。羽玉は方向ボタンの上下左右で動くんだ。ボタンを押すと下の玉と取っ換えられるのよ。同じ色の大玉を3つ並べると消えるんだ。まずは横ね。超簡単だよね。今度は何？縦ですよ先輩。最後は髪型ね。ごめん、斜めはダメなんだ。あれ、お玉を並べても消えないよ。隣で大玉を消して小玉を大玉に変えるんですよ。やっ、相手の攻撃玉だ。超MM。 よし、それなら小玉の色を揃えて大玉を消して連鎖でお返しだ。弓ボンバーじゃなくて弓アタック。いた。弓ダイナミック。痛い。何するのよ。ねえねえ、今の超すごかったね。下に玉がなくても取り替えられるんだ。羽玉が空になって、あ、落ちた。次に取り替えるとそこが空になって、ずれて連鎖って感じ。玉がいっぱいになると